ちょっとその台湾ショービズ、サウシャニーショービズなんですね。ちょっとまあ、クレイジーって言ったらクレイジーなんですサウシャイナー。もうここ混ざってしまっていて、例えばこのタイって言ってもですね、インドシナ半島、インド、チャイナ半島、インドとチャイナのタイ王国、タイランダーですね。だからヒンドゥーと、タイランダーで、で、まあ、台湾っていうのはタイランダーのことだよって言いましたけど、同じタイです。それで地名がついてるのがですね、東京だとミニセレブス、のですね、こちらですけれども、ここがセレブスシーになりますけど、ね、でこのインドシナーです、インド、チャイナ、タイランダーです、ね、インド、チャイナ、ペニンシュラのタイランダーですね。で台湾っていうのがですね、こちら古いそのインドシ、インドネシア、インドとポリネシアのハーフの町で銀座ですけれども、これがですね、だから日本人って言っても日本じゃなくてもミニアメリカとかミニヨーロッパ EU みたいになっていて、ほとんども日本人いないって言った方が分かりやすいんですけれども、そうですね、ここがそのタイ名エレメンタリースクールパブリックです。タイランダーの明治エレメンタリースクールというのがあって、